S マインは第二次世界大戦でドイツ軍が使用していた対人地雷の一つである。S イコールマインは英語読みでドイツ語読みでは S イコールミーネないし S イコールミーネとなる。アメリカ空挺部隊兵士がナイフで S マインを探知し掘り出しているところ爆薬により地中から1.2メートルの高さの空中へ飛び出して炸裂する跳躍地雷の一種で。 通常の地雷と違い、地雷を踏んで作動させた者だけではなく、その周囲にいる者にも、被害を及ぼすため、敵不評に対して、大きな脅威となった。その飛び上がってから爆発する独特の姿は、連合軍病に、バウンシングベティと呼ばれ、恐れられた。第二次世界大戦開戦前から量産されていた、SMI-35 のほか、 簡易量産型の SMI-44 が作られた。校舎では、鉄球の数が増やされたほか、新館が、円筒の中央から端にやや寄せられた形となった。S マインは、直径1 0トル高さ1 3トルの筒型で、構成で、重さは、約4ラムほどである。円筒状の外角の内側に、円柱状の玉体が収められており、 外殻から放出された玉体が空中で爆発すると320から350個の鉄球を半径約10メートルの範囲に高速度で飛散させることによって人間を殺傷する玉体の上部に点火色枝を取り付ける玉体を爆発させる機構として SMI35 が知恵に役を用いるのに対し SMI44 では 玉体と地中に残る外角との間がワイヤーで結ばれており、玉体が飛び上がってワイヤーが伸びきったところで激発機を作動させる機構となっている。Z35 新刊は点火色枝を踏むなどして 6.8kg の圧力がかかると作動する方式で、Z44 新刊ではワイヤーと連動させピンが引き抜かれると作動する超力作動方式でも使えた。 また、電気式で遠隔操作できる新艦もあり、これは、講述する近接防御兵器の初期型にも使われた。S マインは絶大な威力を発揮したことから、第二次世界大戦後には、各国で様々な類似品が作られた。代表的なものとしては、アメリカ軍の M16 アプム、イギリス軍のマーク2、イタリア軍のバルマラ59、69。 ソ連軍のオゾムマイナス3、ユーゴスラビア連邦軍のプロムマイナス1、イスラエル軍の脳、NO、12、陸上自衛隊脳63式、ドイツ連邦軍の DEM31 などがある。内装型の近接防御兵器、ナベルタイディンズワフ3号戦車の一部車両や、ティーガー i ュ0戦車の初期型には、車体の四隅と、車体中央左端に、 外装式の単発式発射灯が装備された。これは SMI35 型のキャニスター部分を除いて、新艦を電気式とした構造の直径 92mm の敵弾を装填し、車内からの操作によって任意に作動させることができるものである。しかし、この装備は外に出なければ、次弾の再装填ができない戦闘によって、 容易に破損するといった問題が指摘され、同様の構造の外装式円幕弾発射等にも同じ問題が指摘されたため、これを受けて発煙弾発射機と近接防御兵器を統合した装甲車両の天井部に設置する内装型の発射装置であるナベルタイディグンズワフが開発され、対戦後期の戦車や突撃砲に装備された。過去の文献では、このナベルタイリグンズワフは、 前述の SMI-35 の発展型の敵弾を直接発射することが可能であると解説されていることがあるが、これはこの装置より発射される円幕弾と SMI-35 を混同したところから生じた誤解であり、ナベルタイディグンズワフから S マイン自体を発射することは想定されていない。AB 大ナベルタイディグンズワフ、ありがとうございます。